はい。今回の動画は iPhone の LINE アプリで既読をつけずにメッセージを読む方法をご紹介します。既読をつけずにメッセージを読む方法は3つあるんですけども、まず1つ目は iPhone の通知の機能を利用してメッセージを読む方法です。このやり方のデメリットとしては、通知のところには最初の2行ぐらいしか文字が表示されないので、ちょっと長い文章のですね、メッセージを全て読むことはできないんですけども、どんなメッセージが来てるのかっていうのをさっと確認をするには便利です。 で、これをやるには、LINE と iPhone の通知を設定しておかないとできませんので、その2つの設定方法をご紹介します。はい。では、まず LINE の方の設定なんですけども、LINE のこのホーム画面のところですね、こちらを開いてもらって、左上の歯車のマークの設定のところですね、こちらをタップします。で、次に設定の画面の中の通知という項目がありますのでね、こちらをタップしてください。 で次にこの通知のところですね。ここがオフになっているとメッセージが届いても通知が来ませんので、この通知のところをタップしてオンにしておきます。はい。では次に iPhone の方の通知の設定なんですけども、設定の、ね、画面を開いてもらって、画面を少し下に下がってもらうと通知という項目がありますので、こちらをタップします。 はい。で、次にアプリの一覧の中から LINE を探してもらって、この LINE のところをタップすると、ここに通知を許可という項目がありますんで、こちらもオンにしておかないとメッセージが届いても通知の方が表示されませんので、LINE のアプリの方と、この iPhone の通知のところですね。こちらを両方ともオンにしておいてください。 で、こちらの iPhone の通知の設定の方はね、この下のところにロック画面だとか、通知センターとかバナーとかですね、表示する、ね、場所をですね、自分で設定することもできますんで、これは好みに応じてですね、オンにするのかオフにするのか選んでもらえればと思います。はい。では次に、機内モードをオンにした状態で LINE アプリを開いてメッセージを読むことによって、既読をつけずに読むこともできます。 それではそのやり方なんですけども、まずコントロールセンターの方を出してもらって、今この画面に言うと左上のところですね、飛行機みたいなマークがあると思います。こちらをタップするとですね、機内モードというものになって、Wi-Fi がですね、オフな状態になりますんで、この状態でですね、届いているメッセージを読むと、既読をつけずに読むことができます。 で、このやり方の注意事項としては、まずは機内モードにした状態で LINE アプリを立ち上げてもらうというのと、あとメッセージを読んだらですね、LINE アプリの方を完全に終了するということですね。ただ LINE のアプリの画面を閉じるということではなくて、マルチタスクの画面でですね、完全に LINE アプリを終了するようにしてください。で、もう一つ注意事項としては、Wi-Fi をね、もう一度オンにした状態で、次に LINE アプリを起動した時にメッセージは全て既読になってしまいますんで、その点はですね、注意をしてください。 はい、では最後に3つ目としてトークルームを長押しすることによって実際にそのトークルームを開くことはなくですねその中身を見ることができますやり方としては簡単で見たいトークルームの上で長押しをすることによってこういった形でですねその中身をですね開かずに見ることができますでこの方法の注意事項としては長押しじゃなくて誤ってねパッとタップをしてしまいますと当然トークルームが開いて既読になりますんでしっかりと長押しをするということをね注意してもらえればと思います はい、といったことで今回は iPhone の LINE アプリで既読をつけずに読む方法を3つご紹介しましたけどもちょっと既読をつけずに読みたいなといった時はですねこの3つの中から自分がやりやすい方法でやってもらえればいいかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました